どうも、陣内智則です。さあ、今回は久しぶりにコントを作ってまいりました。新ネタということで、本当に久しぶりのねコントなんで、皆さん見てもらいたいんですけども、お手紙にね来てたんですよ。女の子でしょうね、ゆうみちゃん、多分ね小学校 2、3年生ぐらいの感じだと思うんですけど、ゆうみちゃんから来ました。陣内智則さんへ。陣内さんはツッコミが得意です。だからいつも見てます。それをきっかけにいつも真似てます。もしよかったらいいネタを作ってみてくださいということで、ヒントをくれてるんですよね。ゆうみちゃんがこれこうかわいいね、こうちゃんと絵描いて、やってほしいコント動物園っていうので、フラミンゴとかキリンさんとかね、ウサギさんとかペンギンとか、たまにこうわけのわからんちょっとハゲたおじさんが思うけどね。あとは面白いのを詰め込んでねっていうね、投げっぱなしのでね、こういうちびっ子の夢を叶えるのがネタ人ですから作ってきました。なんか動物園だけじゃちょっとね行きづらいなぁと、あんま展開ないかなと思った時にね、今回ねコンプライアンス動物園というコントを作ってきたんですよ。ちょ最近ね、あのコンプラが厳しい時代になってたんで、動物園でもコンプライアンスが厳しくなったらどうなるんだろうということで、新ネタコンプライアンス動物園というのを作ってきました。まあ、ただ結果に、子供が見るようなネタじゃないんですよ。見てください、コンプライアンス動物園です。どうぞ。いや、動物園久しぶりに来たな。楽しみやな、動物園ワクワクするな。何あれ看板、当動物園ではコンプライアンスの強化を徹底するよう努めております。コンプライアンス、まあ、今コンプライアンスうるさいからな。何や動物園でコンプライアンスの強化って。早く見に行こう。あー、ゾウさん大きいな。やっぱ迫力あるな、ゾウさん鼻長いよな。なんでこんな鼻長いんやろゾウって、不思議やわ。あ、何これ、あ、なんかあるような、説明してくれんねや。あ、聞いてみよう。アフリカゾウ、現存する陸生哺乳類の中で最も大きい草食動物です。大きいもんね、ゾウさん。全長およそ6メートル、体重は5000から7000キログラムと言われています。あ、大きいな。ゾウさんの特徴は、まん丸とした可愛い瞳に、お話をたくさん聞こうとする大きなお耳、ね、そして何といってもあのしなやかな、ほっそりとした尻尾が魅力です。いや、鼻のこと言えよ。鼻長い言えよ。いや、尻尾なんか見てへんわ。見たことないわ、ゾウさんのしなやかな尻尾言われても。いや、鼻長い言うとあかんのこれ。あ、コンプライアンスってそういうこと。え、ゾウの鼻長いも見た目いじりなんの。嘘。ゾウ鼻長い言うとあかんねや。全身は灰色のワントーンでまとめ、とてもシックな大人の装いが感じられます。いや、鼻いじったれ。鼻全くいじらへんやん。いや、ゾウをシックな大人の装いって思ったことないわ。鼻長いなしか思ったことないわ。あ、鼻あかんねや、見た目いじりになっちゃうねや。あれ嘘やん、ちょ、鼻いじったって。もうちょっと。昨今ではゾウは鼻が長いなどと揶揄される方もいますが、揶揄、当動物園ではゾウの鼻が長いのではなく、我々が短いと考えております。どんな考えやねん。我々が短いと思ってんの。ゾウが鼻長いんじゃなくて我々が短いと思ってんの。怖っ。うわ、コンプライアンス厳しい。ゾウさん鼻のこと言うとあかんねや。やばい時代に入ったな。我々が短いんや。あー、これ怖いな、この動物園。あー、キリンさんや。あ、大きいな、背高いな。やっぱ首がめちゃめちゃ長いな、キリンって。なんでこんな首長い。あれ、首長い、聞いてみよう。キリン、サハラより南のアフリカに分布しており、地球上で最も背の高い動物です。あ、首長いからね。キリンの魅力は長いまつげと、まつげか、なんといってもそう、胃袋が4つもあるところです。いや、初めて聞いたわ。初めて聞いた、キリンの胃袋4つあるの。いや、首長い言えよ。当動物園のキリンは4人家族で暮らしており、家族で、父のアサヒ、母サントリー、兄は札幌、妹は伊藤園という名前が付けられています。どこに気使ってんねん。いや、何これ。いや、気使うとこちゃうやろ。キリンってそういうことちゃうよ。いや、なんで
飲料メーカーの名前言うてんの？札幌とか朝日、サントリー、伊藤園ってなんやねん。いやキリン、そこも気ぃつかなあかんの？首長いの言えへんのに飲料メーカーは全部言うてあげんねや。どんなコンプラやねんこれ。うわ、何ここの動物園。ちょっと待って、あれ、あ、何もおらへんな。あれ、これ何、これおらへん動物。え、何の動物やろ。彼らは木の上でほとんど動くことはなく、うん、とても穏やかでゆっくりとしたのんびり屋さんです。何この動物。しかし決して怠けているわけではないので、うん、当動物園では彼らのことを就職活動中と呼んでいます。いや、怠け者や、怠け者や、これ何や就職活動中って。いや、怠け者も言うたらあかんの。いや、怠け者、こいつらもう木の上でダラーっとしてんねん。 で怠けすぎて餓死すんねんで。むちゃむちゃやん、怠けすぎて餓死するって。それ怠け者を就職活動中だって言わなあかんねや。怖っ、ここやば。いや、この服絶対あかんやん。ほんで絶対コンプラ違反やん、これやば。ヒョウのとこ絶対いかんとこ、やば。ここなんか怖なってきた。はよ帰ろう、この動物園。これ絶対あかん。え、あー、フラミンゴ、綺麗な。あ、聞いてみよう。フラミンゴがなぜ片足で立っているのか、うん、それは寒いからだそうです。あ、そうなんや。他の鳥に比べて足が長いフラミンゴは、うん、血管が細く血の巡りが悪いので冷えないように足を折りたたんで温めているそうです。あ、こう片足で立てるの、あれ冷えないようにしてんねや。あ、知らんかったな。なので当動物園では体が冷えないようにサウナで整えております、うん、やめたれ、絶対やめたれ。フラミンゴカピカピなるわ。いや、整えんでええねん、フラミンゴは。コンプラ違反やろ、これこそ。大丈夫か、かわいそう、フラミンゴ。そんな優しさいらんねんけどな。いや、なんかもっとなんかちゃんと動物見て楽しみたいな。あー、ゴリラ。あー、出てきてないな。でもゴリラ見たいな。ちょっと聞いてみよう。ゴリラは体重200キログラム以上に達し、うん、とても大きな動物ですが、ね、通常は物静かな性格だと言われております。物静かなんや。あー、ゴリラ出てきた。いや、乳首隠すな。ユーチューバーやないねんから、ゴリラ。バンされんの、なんや、バンされるって。乳首を星で隠されてる、かわいそう、ゴリラ。これあの、なんかドラミングいやつなんか嫌やるな。乳首当たる、乳首で星当たるから、なんかかわいそうやな。いや、これ厳しい。なんじゃな。あ、あ、猿や。猿かわいいな、お猿さんな。やっぱ人間に近いからな、なんかずっと見てられるな、お猿さん。聞いてみよう。猿、うん、こいつらはすぐに調子に乗るので絶対に餌を与えないでください。こいつらの仲間には異常に手の長いテナガザル、金眼のようなメガネザル、鼻が長く伸びた気色の悪いテングザルなどがいます。猿に厳しい。ここ猿に厳しい。コンプラ全くない。何これ、金眼のようなメガネザル、気色の悪いテングザル言うてる。気色の悪い言われてる、厳しい。なんかしたんかな、この猿飼育員に。無法地帯になってるやん、ここだけ全く守られてない、かわいそう猿。何、なんだこれ、ハゲタカや。どうすんねやろ、ハゲ言うてもてるやん。もう首が長いとかさ、鼻が長いあかんかったのにハゲ言うてるやん。ハゲタカどうするつもりこれ。ハゲタカ、うん、米国投資ファンドの敏腕マネージャーの鷲津が帰国し、企業の社長や銀行とのマネーゲームが繰り広げられる。鷲津は企業を救うために模索するが、その気持ちとは裏腹に金が悲劇を巻き起こす、うん、ドラマやないか。ドラマのハゲタカなってるやん。もうハゲタカおらへんやん。もう、もうハゲタカはあかんの。もうみんなの前にも出たあかんの、ハゲタカ。じゃ、何ここ、もう帰ろう。全然思んなかったな。もう本日はご来園ありがとうございました。いや、もう来おへんよ二度と。当動物園は動物たちを24時間一睡もさせず、皆様のご来園をお待ちしております。んー、いや、一番コンプラ違反やないか。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。